おはようございます。ポミ君枕使って寝てますね。ベロ出ちゃってるけど、ネムネムだね、ポミはね。何かどこだろうね。いたよ、ここですね。しかもこれ入るために必死になんかなってるみたいで、毛がすごいついてる。そんな必死になって入んなくていいんだよ、サニくん。また首はどっかやってるかもしれない。これコロコロしないとな。まあいいや、今日はね、パーティーだから準備していこうと思います。実はもう4時なんです。私は2時半に家を出ようと思っていたんだけど、ゲットレディーを撮ってたんですね。で、まあその時に何が起こったかっていうか、まあ基本的にはメイクが終わったっていうことなんですけど、わちゃわちゃしてるところもフィルミングしてなかったんだけど、話しながらやってるので、で、洗濯をするのを忘れてたとか、まあいろいろあって家を出ようと思っていた1時間半後になりました。まあ、本格的にパーティーが始まるのが5時なので問題はないんですけど、先にちょっとやってるっていう時間に間に合わなかったので申し訳ないなと思っておりますが、これから行ってこようと思います。着きましたね。これがバーベキューをなんかしてて、多分今日メキシカンって言ってたからメキシカンがあるでしょ。あとおそば。はい、ミキさん。ハロー。何食べてんの？肉食べてんの？よかったね。ミキさん少し痩せた？少し。うん、少し痩せた。うん。まだまだですね。ちょっとずつ集まってきてる感じ。私も水着着てくればよかったな。プール入ればよかった。失敗。久しぶり。花火が始まったみたい。あ、でも遠いけど、すぐそこで上がるんだよね。おばあちゃんの具合が悪くて、私ずっとおばあちゃんのベッドの横にいて、全然降りてきてないんです、実は。なんか熱中症になったっぽくって、転んじゃって、打ったとこが痛いって言ってて、今、ベッドで寝てます。葉っぱが邪魔だけど、こっち側も見えるんだよね。正面に今私、今花壇のさ丸いところに立ってるからめっちゃ揺れるかも。普段はさ花火は一般も禁止だし、今日しか花火は見れないわけよ。今日だけでもないんだけど、ディズニーランドは上がってるけど、だからね、なんかこの 4th of July といえば花火っていう感じなんだろうね。ちょっと木が邪魔だけど、
帰ろうと思います。ちょっとやっぱおばあちゃん心配で一人で置いとけなかったから、お父さんもお家帰ってきちゃってるんですけど、一人で仕事してるっていうので、まあまだまだパーティー続いてるけど、お役目は終わらせて帰ろうと思います。先ほどお家に帰ってきました。ポミ君、お父さんと一緒に花火見たんだって。うちの2階の出窓から、サニ君のベッドのところの窓から見たの。綺麗に見えてたね、ポミタン。よかったね。楽しかった？初めて一緒に見たね。怖くなかったんだよね。楽しかったみたい。今、うちの外でね、ちょっと花火をやってる人がいるけど、散歩行ってないから行ってあげたいんですよね。一緒に行くの？行こうって言ってんじゃん。一緒行ってこよう。そしたらお父さん、シェイク飲んだ？飲んだ。じゃあ私はシェイク飲もうかな。まだ花火がパンパン言ってるけど、ポミ君連れてお散歩に一周行ってこようと思います。ポミの名前知ってる？何？ポミロワール。ちょっとよくわからない。うん、ね、そうね、ポミは半分はフランスだよね。パピオンだからね。半分メキシカンだよね。お家に帰ってきました。道でね、花火してたね、ポメちゃんね。スモークでごめんね、パピーって言われてたじゃん。よかったね、パピーじゃないのにね。もう10時半だね、お父さん。お風呂入るようにしましょう。お父さん、お風呂上がりにまたマリオカートしてます。私はもう寝ようかなと思ってます。トト君、おやすみなしゃい。トト君、今日花火どうだった？お父さんとみんなで見たんでしょ？いつもワンワンって言ってなかったみたいだね。みんな落ち着いてたってお父さん言ってたから、ちゃんとみんなで念念してお留守番してたんだね。毎年ありがとね、トト。今日はお父さんと一緒に見れてよかったね。谷君もポミ君も一緒に見たって言ってたよ。よかったね。お父さんゲームしてるけどね、トト君寝ようね。今日も一日ありがとね。ゆっくり念念してください。おやすみ、おやすみ、おやすみ。タニくん、おやすみ。今日も一日カラーボックスに入っていた子は誰ですか？で、みんなで花火見たんでしょ？お父さんが花火見てるとき一緒に2階にみんなで行ったって言ったじゃん。タニくんもみんなと一緒が良かったのか。そうなのか。さっきうんちしてたね。大きい声出してたけど。よかったです。今日もちゃんとうんちが出て。お留守番どうもありがとね。タニくん、今暑いからエアコン入ってるね。一番快適だね、だからね。ここ上も涼しいも当てるしね。オッケー。今日も一日ありがとうございました。ゆっくりねねしてね。おやすみ。おやすみ。おやすみ。タニくん、グッバイ。ポミくん、おやすみ。まだおトイレ行ってないの？ママもねねするからおやすみするよ。ポミくんも。お留守番今日ありがとね。今日父ちゃんと花火見たじゃん。お父さん一緒に見たよってママにお写真くれたよ。よかったね。お外でバンバンしてても何も怖い怖いなくてね、楽しそうにしてたらしいじゃん。なんだ、花火チュキだったのか、ポメタ。毎年みんなでお利口で寝せたんだね。お父さんはポミタンと花火を一緒に写真撮りたかったみたいだけど、フラッシュがうまく焚けなくて無理だったらしいから、ポミか窓ガラスか花火どれかが写るって言ってたね。難しいんだね、写真ってね、ポミちゃん。よかったね、今年はお父さんと一緒でね。撫でてって言ってますね。今日も一日ありがとね、ポミ。ゆっくりねんねしようね。おやすみ、おやすみ、おやすみ。ぷみくん、グッバイ、おやすみ。本日も無事にベッドに入りました。ただいま12時半ですね。お父さんもマリオカートやめて横になっております。でもまだなんか携帯見てるから寝る感じじゃないんだけど、すぐ寝ると思います。今日はけいこさんのお家のパーティーに行ってきたんですけど、まあ結局お父さんは来なかったんだけど、ホミとね、サニクとお家で花火見たって言って、私にこんな感じでさ、写真撮ったらしくて、うちの窓から見れたらしくって、こんな感じでうちの窓からも見えるんですけど、で、写真を送ってきてました。これ一緒に見てたポミ。私もお父さん帰ってくる頃には、帰ろうかなと思ってたんですけど、ちょっとね、おばあちゃんの具合が悪くって、それもあって、まあちょっと落ち着くまでいようかなと思いまして、花火終わっ
ってから帰ってきたんですけど、多分熱中症だと思うんだけど、熱中症で朦朧として意識が、それでちょっと足腰が立たなくなって今日計4回ぐらい転んでるのね。転んでるっていうか、もう転げてるっていうか、転倒してる、もうなんて言ったらいいんだろうね。何回か体も打ってるから、ただもう90歳なんだけど、そんなに転んでて骨は折れてないと思う。ただぶつけて内身っぽいくなってて、肋骨のあたりが痛いとか、そういうことはあったんですけど、明日ね病院連れてくとは言ってて、なんかずっと夏風邪ひいてて良くなってきたかなと思ったらしいんだけど、このねゼロゼロする咳が出てたので、今日私が喘息っぽくなる時のゼロゼロの咳、肺炎っぽい感じかなって私思ってて、今ね入れ歯も直してるから、ちゃんと咀嚼が上手にできなくて誤嚥性の肺炎になってるかもしれないな、なんてちょっと今思ってるんですけど、なのでまあ恵子さんもねバタ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 してて、なかなかね一緒にいる時間がなかったから、私一緒におばあちゃんのお部屋でゴロゴロしながらお話ししたり、でももうすぐ寝ちゃってぐっすりお休みになられてたから、時折さお手洗いに行きたいなとかっていう時にも危ないからね、いてあげた方がいいかなと思ったので、お父さんにはお家で一人でお留守番してもらって平沢家で花火を見てきました。きっとね今日はそんなにだからフィルミングしてなくって全然ビデオ撮ってないと思うんですけど、ほとんど花火しか撮ってないかなと思うんですが、これからちょっと編集してみると何とも言えないんですけれども、まあ日本のね花火大会と比べたらでも全然、もうほんと全然っていう感じなんだけど、ね、なんか独立記念日って言ったら花火なんだよねきっとね。で今日だけ花火やってもいいっていう日なので、私が帰ってくる間もみんなね花火シャ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 っていう、こうシャ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 っていう花火とかやっててね、お散歩行ってる時もやってたよねお父さんね。うちの市の花火が10なら江の島、大丈夫言えてなかったよ、ダンス江の島の花火は1000万。うん、だけどねやっぱ象徴的なことだから年に1回の楽しみだっていうことで、来年はねお父さんと一緒に見れたらいいなと思います。お父さんまだなんか寝そうな感じはないんだけど、明日も仕事だから早めに寝た方がいいかなと思いますし、私も今日やっぱちょっと疲れてるので早めに休もうと思いますので、この辺りで終わりにしようと思います。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。